国道266号は、熊本県天草市から天草五郷、宇都半島の南側を経て、熊本市中央区に至る一般国道である。天草五郷の区間は、真珠の養殖が盛んなことから、パールラインとも呼ばれ、日本の道百選にも選ばれている。天草五郷、天文橋2005年12月24日2019年4月現在。 大半の区間で2車線以上が確保されているが、天草上島、旧倉竹町から旧龍ヶ竹町にかけての持ち札峠区間を中心に、旧カーブ連続かつ非常に、狭いな区間が残る。旧三住町の国道を57号と重複している、熊本県宇城市、五橋入口交差点から三角港にかけて、旧カーブがあるため、最高速度が時速30キロメートルに、 制限されている。旧三住町の三角港から三角線と並行している区間までは市街地を通るため最高速度が時速 40km に制限されている。旧三住町の大竹市民館付近や大竹郵便局付近から旧知らぬ市町の観音岬付近にかけて法定速度の時速 60km で走行できる区間がある。 白野市町の観音岬付近から、浮市立白野市中学校までは最高速度が時速5 0トルに制限されている。白野市中学校から旧松橋町の国道3号、松橋バイパスまでは市街地を通るため、最高速度が時速4 0トルに制限されている。天草下島最南端の牛深港に始まり、天草上島、前島、池島、 大池島、長浦島、大谷野島を経て、九州本土の熊本市に至る。離島を渡る国道としては、国道317号に次いで、国道中2番目に多くの島を渡る。橋梁トンネル起点から、ありがとうございます。